では震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。上の店が8時まで、8時からせっかく上という謎のローテーション。謎のローテーションだ。普段。普段はどっちかだけでずっと9時までやってんだけど、6時半から。今日は8時までがこれで。そういうがあって震度2だね、新潟。こっち今そこ乗せたばっかで。2というか。うん。2というか1じゃねえか。今半分。そこわさびとかついてないんだろう。うん。今あっちから無理刻んだやつ。それのっぺ。隠しも のっぺは。食べます。食べます。食べます。今シーズン初。そっちにも出したんだ。そっちに出した前にいっぱい作ったあとうちのもんも食べるように。まあご飯いっぱい詰まってるやつ買ってきたから、それ、まあ、半々で食べても食べ終わっても大丈夫。刻んでない。わわさびあるよ。あ、そうだ。ちょうどカレーの影になる。じゃあそのわさび使ってしまう。で、ご飯足りるかどうか。ここにお昼に炊いたご飯。じゃああと今、おつゆここ開けてて。足りない？全然。まあ、それと。これぐらいで、ね、上の方と、うん、上の方でいいから下のノア止めた方がいい。適当にちょっと前通ります。うん、これ食べしたぞ。刻みのり。何が匂い？この地震では福島県そして茨城県栃木県の広い範囲で震度4を観測しました。その他宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、そして東京都の震度3を観測しました。もうそれでいいのかけろ。近所に関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県沖、震源の深さは40キロ。秋葉区震度2。マグニチュードは 5.8 と推定されています。2とか1なんだよ。この地震による津波の心配はありません。日本を越えたらちょっと心配になってます。足元に落ちているガラスや地面の不良などに十分注意してください。階段から落ちたりしないよう慌てずに行動してください。震度5と5強の地震を経験したわけですけど、何のしょうもないから。それこそこっち地方に CI でもいるなと思うか、福島とか茨城県内の危険は一切ない。こちらも画面がですね、大きく横に揺れている様子が分かります。お伝えしていますように、先ほど7時6分頃の関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この地震で震度5弱、茨城県の東海村で観測しました。その他福島県、茨城県、栃木県で震度4、その他広い範囲で震度3の地震の揺れを観測しました。なおこの地震による津波の心配はありません。